スタート、えー、監督太田ですもうねテレビを見なくなってからもう1年以上2年2年は経ってないか1年以上経ってるんですけれどもたまたま昨日うっとつけたらあのなんかモのマネの番組やっててでモノマネの番組好きなんですよ自分ではしないですけどね好きでねで あのまあ、コロッケさんなんかにも実際に番組読んでいただいてお会いしてお話したことあるし、ね、コロッケさんにもすごいもう会いたい人もうベスト3に入るあの方だったんでえ、まあ、その話はまたいつかしますけれどもでお笑いお笑いじゃないあのモノマネ番組好きで見てたんですけどそしたらね、うんまあ、本当にミラクルヒカルさんとかすごいですよねで、まあ、昨日の番組では宇多田ヒカルはやってくれなかったんですけど、まあ、新ネタだったんで、ね、年前もあの2014年 あもう8年,8年じゃ、7年前になるんですね、作った映画、えー、ですけれども、えー、「ひまわりの丘」、「ひまわりの丘」という映画あ僕が監督した作品があって、これは1983年の、えー、が舞台になったお話なんですよね。で、その時に、えー、その主人公、芳、まあ、根京子さんもう今、もう大ブレイク中の芳根京子さんが、えー <laughs> とまあ、その主人公をやってくれたんですけれども、で彼女が、えー、83年に17歳、高校生だった頃で、 でていうと83年で僕もオンタイムでその頃ころ何じゃないですけども二十歳,歳過ぎぐらいでであの時代をやっぱ象徴するものは何かなと思った時にやっぱり聖子ちゃん松田聖子さんだと思ったんですよね。でやっぱそのでも曲使うのってやっぱ大変なんですよいろいろ権利があってお金もかかるし手続きも大変だしっていう。でした時にうんどうしようと思った時に、えー、っとでもなんかね聖子ちゃんのあの 感じっっていうかか、えー、が欲しかったんですよね存在が。って考えた時にあの当時ねあの、えー、松田聖子さんが DJ をやってる番組とかあったしで CM とかも、まあ、バンバン出てましたよね。っていうのを考えてそうだそういうふうに直接聖子ちゃん出てこなくても声だけ聞こえてくるとかいうことで、まあ、当時を知っている人はもう僕らの世代であればああこれあったあったあったとかっていうね あのそれこそもう聖子ちゃん時計の CM からあのカプリソーネから、えー、なんだグリコのポッキーから、えー、もういろんなもうあの商品の CM やってましたよねあそうそうあのベータマックスベータもあのそうそう。 ちゃんでしたよね。将来性のあるタイプ好きですとか言ってこうあその新しいのをくっつけると Wi-Fi になるっていう <laughs> Wi-Fi じゃない Wi-Fi はこの電波だ Hi-FiHi-Fi Hi になるっていうねベータプラスっていうのを CM も聖コちゃんやってましたしあのヒットビットパソコンの走りですねあれも聖コちゃんやってましたしなんていうかな CM っぽいナレーションをかかるだけでもねああああったあったあったと思ってくれるんじゃないかなと思ってそれでいろいろ考えたところ まあ、松田聖子さん本人に出てもらうことはちょっと難しいし、まあ、プロデューサーの人が「あモノマネやってるね松田聖子さんのモノマネやってる人何人いけますからそういう人にお願いしましょうよ」って言ってであそれはいい手だと思ってで、えー、いろいろ探したらね「真似だ聖子さん」って方がいらっしゃるんですよ。真似田聖子さんっていうでえー、っともう声だけの出演なので、うん、もう映画が完成した後に。 うんあのスタジオに来てもらったんですよもう四つに昔四谷にあったビルのスタジオの一角ででそこに出さってでもまあまあ基本お笑いお笑い芸人お笑いタレントの方なんでねできっと面白い人だろうと思ってお会いしたらめっちゃ真面目なんですよ、うん、でもね考えたらお笑いやってる方ってあの画面ではテレビでは、うん、もう存当ねお笑いのタレントを発揮してますけど日頃やっぱすごい真面目だ,だら志村けんさんなんかもそうだし 猪狩谷長介さんなんかもやっぱりすごく真面目でっていうふうな話をよくよくというかね、まあ、聞いたことあったんでああそうなんだと思ってでまあ、あの話したかったですね「夢で会いましょう」とかね「ねイコちゃんの昔の番組あんなふうな感じで」とか話したらやっぱりねよくご存知なんですよでうんで、まあ、ちょっとね僕も聖子ちゃん世代でって話をしてであの申し訳ないけど僕ね増田聖子ファンではないんですよ。 ないんだけれどもあの時代僕らのあの時代ってもうみんなやっぱり聖子ちゃん好きだし、えー、やっぱその存在っていうのがもうなんかあの自分たちのクラスの学級委員のような人気ある学級委員生徒会長のようななんか身近なそれでいてちょっと距離のある存在であのー、本当に映画でもテレビでも CM でも歌でもで街歩いてても歌がかかってくるっていうあったんでねやっぱりあの80年代前半とやっぱり切り離せない存在だと思う。 なんか僕もあの当時、レンタルレコードの、また時代なんですよ、CD とかない時代ですけどね、レンタルレコードで借りてきて、あの、新婦出るたびに必ずダビングして、ウォークマンでね、やっぱずっと聴いてたんで、もうそれこそアルあのシングルだけじゃなくてね、あの、青い珊瑚礁とか、えー、渚のバルコニーとか、シングルだけじゃなくて、アルバムに入ってる曲もね、結構、結構よく知ってるんですよ。だから、あの、もうね、隠れたマイアミの午前5時。 5時五時とかねいう名曲があるのも知ってますしでまあそれは面白い話するけどそれするとまた話がどんどんそれていくのででまあそのところでそのディスグジョッキーと、えー、それから、まあ、深夜番組のディスグドッキーと、えー、CM の声をあの、まあ、あのやっていただいたんですよ。でほんとねこうスタジオの中に入ってもらって「じゃあ販売行きます」とか音聞きながらねやってるとあの。 聖子の,のパソコンとかねあのいうのあった聞いてるともう本当本人そのものっていうねすごいなと思ってであのそれでねもうだから聖子ちゃんの声でこの映画はねやっぱ1983年間がすごく出たと思うし僕ら世代にとっても絶対それなしに語れないっていうあれだったんで,で、まあ、すごくありがたくてで後に、えー、っとそのまねださんの,あの、ま、ライブ があるっていうので、それもお礼を兼ねて見に行ってねちょっと花束を持ってお礼に行こうと思って行ったんですよ。でいうのがねあの新宿にあるキサラモノマネ館キサラっていうカタカナだったと思うんですけどねそういうとこがあってそこを毎日ね、えー、そういうお笑いライブをやってるところで,で1回1回のステージが1時間とか、えー、なんですよでそこに、ね、4人ぐらい出ていてでまあなんかあのー 昼の部分午後の部分みたいな、まあ、いくつかの部分に分かれていてやっていてでそこにまあマネダさんはね結構よくレギュラー的な形でよく出てらっしゃるっていうんで行ったんですけどねそしたらねいやーすごかったなだからテレビでねお笑い番組見るの好きでそういうものまね歌合戦とかって見てたんですけどねライブでもうライブハウス本当にライブハウスですよ お客さんが行っててなんかそ東京観光のコースにもなっていてもういつも,もいっぱいなんですよ玉木さん玉木浩二さん元安全地帯がねすごかったですねでまあ皆さん10分から15分ぐらいの短いステージなんですけれども玉木さん最後の田園歌う時とかねいやもうなんかライブ1時間半ライブ見てきた最後のアンコールの盛り上がりぐらい盛り上がるんですよね。で ど,どの人もすごいなと思って、えー、いた時に知り合いの,ーまあのえー、芸能プロダクションをやってる友人がいてで、まあ、その話をしたらね「いや監督ねやっぱ、あのー、お笑いのじゃモノまねライバル絶対やっぱ行った方がいいでしょ」ってで言うのはで彼も、まあ、以前に行ったことあってそれで勧、まあ、められて行ったんですけれども言うのはね、えー、そうそう彼が言うには あのやっぱりお笑い芸人さんねものまね芸人さんってものすごい努力してるつまりその本人ね本人をやっぱもちろん VTR で撮って研究して聞いて歌を覚えてこう歌い方とかマイクの持ち方発声の仕方、あの目線の生き方とか衣装とかものすごい勉強して分析してでそれをこう日夜練習してやってでそれだけじゃなくてただ似てるだけじゃなくてそこにお笑いを持ち込むっていう。 でまい、あ、だからコロッケさんなんかそうですよねもうあの誰だったかな松山千春さんのモノマネしてる時にこうかかあのハゲのカツラかぶってねでもあれはちょっと本人怒るんじゃないかぐらいな谷村新司さんとかねあったけれどもでもやっぱそのね、まあ、コロッケさんにお会いした時も思ったんですけどやっぱりねモノマネ芸人さんってものすごい努力してるんですよね。でその社長が言うには あの普通の役者、まあ、どちらも表現の仕事ですね役者もモノマネ芸人さんだけど役者は絶対あいうお笑いライブ見に行った方がいいっていうのはその役者が普通なんかあ俺舞台やってますあ5年ぐらいやってますっていう役者いるけどそいつらの努力なんても まあ本当にアルバイトしながら舞台の練習してたまにワークショップ受けに行くぐらいで,でそれで俺役者やってますとかって言ってるけれどもそのお笑芸人さんの日夜の努力に比べたらもう何でもないっていうでそういう努力をしているのかっていうでその成果がそのライブ見るとわかるんですよねいや本当にすごいあんなすごいと思わなかった。 で、えーと、そのあとねあんまりすごかったんでマネダさんの単独ライブっていうのがあってそれもこうあのなんだからあの連絡いただいたんだったかなんか調べた中で行ったんですよだからその,いつもの時喫茶の時はもう15分10分15分なんですけどその時はね1時間ぐらい30分30分のライブだって。 行った時にねもうそうしたらもう本当に来てるのは同世代やっぱりみんな <laughs> で後でマネドさんに伺ったらやっぱりあの監督と同じように80年代前半の聖子ちゃんがやっぱり好きな人ファンの人がやっぱ多いんですって言われてでまあその時代に合わせたいろんなちゃんと髪も変え衣装も変え歌い方も変えてねいろんな聖子ちゃんを、あのー、表現できる方なんですけれどもその時僕が行った時はねそうさっき言ったマイアミの午前5時、えー、とかね その辺の辺曲をやってくれたんですよたらもうなんかねタイムスリップするんですよねあの明日にかける走りじゃないですけどもうその歌聞いた瞬間にもうあのー、ヘッドホンで聞いたわけじゃないライブなんですけどねもうタイムスリップして83年のあの頃の自分に戻ってね当時の風を思い出しますよね。で後で後聞いたらそのなんだっけ えー、まあスタジオでお会いした時に僕は確かその自分が好きな聖子ちゃんの曲、あの話をして、マイアミの午前五時とか、あと、なん、何言ったかな ?A メ、A 面ってシングルじゃないんだけど好きな曲って話したねそれは確か3曲とも歌ってくださったんですよね。で、もう、な、な、ね、な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 がらこう、みんなその前ずうわーっとね、ペンライトって、僕は後,後ろでもなんか、もううちしがれだから感動して、もう、17歳、17歳だけ、当時20歳ぐらいですから、20歳ぐらい戻っても気分になってて。で、あの、まあ えー、そうそうそあとでそうそう社,長社長さんにそこの彼女の会社の事務所に社長さんにお会いしたらね「いやいやあの監督が今日いらっしゃる」って言うんであの「監督が好きな曲で、ね、歌わせてもらいました」って言ってくれてもなんかもう超感動だったんですけれどもっていう風なねまあそれを、まあ、拝見した時も思ったんですけれども、ね、僕なんかも当時聖子ちゃんその辺の歌詞う本当に100回200回聴いてもうヘッドホンで聴いてもう CD 擦り切れるほど。 すり切れないですけどねすりきれるほど聴いてるからもうちょっとした息遣いやこう声の出し方のとかもそれをやっぱりすっごい研究してね歌っていてでそれもアレンジして、えー、お笑いに持って行ったり、えー、なんていうかなあのちょっとその演奏に合わせて変えたりもしてるんですけどねまあ見事もう本当にやっぱお笑い芸人さんってもう努力の人ですよね。 っていうね、だからもうその知り合いの芸能プロダクションの人が言うようにね絶対ね役者はね一回ねあのそういうお笑い芸人さんのねそれこそキス津へね絶対行った方がいいであのいろいろご飯ご飯最初食べれるんですよ <laughs> いろんな料理がバイキングになっててでそれ食べた後に今今コロナだからちょっとどうなってるかわからないですけどねで食べた後に、えー、ショータイムが始まるんですけれどもねまあね皆さんすごい。 で結局その後ねその後もう一回、なんかね、あのー、そうそうそその時のエンドプロダクションの社長と話していやそうか僕も久しぶりに行ってみたいなとかいやもう一回行き,行きましょう行きましょうって言ってで、まあ、マネルさんは出ててほしいんですけどマネルさんとの違うメンバー前回と違うメンバーの、えー、のにあの時にまあ行って寄せ、えー、てもらったんですけどねで、まあ、それと嬉しかったのはひまわりの公開直後。 え、に、ご挨拶に行ったとき、一番最初に行ったときはね、ちゃんとね、お店に来さらいね、このひまわりの、そっちにありますよね、ちょっとちらっと見えてますね、大きなポスターをね、貼ってくれてたんですよ。で、聞いたら、あのそこのもう、あの、店の支配人さん聞いたら、いやいやあ、ね、あの、マネダさんからね、声の出演してるから、ぜひ、貼ってくださいって言ってあの、貼って、貼ったんですよって言ってくれたんだけど、まあ、ギリがたい、もうありがたいっていうね、 だからね、やっぱお笑い芸人さん、ね、ものまね芸人さんっていうのは、やっぱり本当に努力してるし、ギりがたいしね。っていうのを、まあ、知っていたんで、昨日のその、えー、お笑い歌合戦じゃないや、ものまね歌合戦みたいなのを見ていたのまに、あまあ、ちょっとしたこうねあの今田耕司さんなんかにインタビューされてるときみんな答えるなったけれども、いやそれがやっぱ、垣間見れるんですね、やっぱ基本、皆さん、本当、真面目で努力家なんですよね。まあ えー、昨日そういう番組を見たということで思い出してで一度ねそういう方とお仕事させてもらっていたのでだからんなんかねほんとそういう方々と何か映画であそうそうコロッケさんもねええー、そうそうコロッケさんもひまりのか。 見ててくださってるんですよ、ね、でそのことで僕は番組読んでもらって、えー、お話しさせてもらったんですけれどもその時五六さんもね「いやもう監督ねもうほんとどう,どうもどうもタバコ屋のシーンでいいからねタバコ屋のおばちゃんのシーンでもいいからね出たかったですよ」とかって言ってくれて映画、まあ、すごくお好きで一度、えー、また何か、うん、どういう形かでねやっぱそういう方々とまたお仕事したいなと思うんですけれども、えー、と今日はそういうものまね芸人さんについてお話しさせてもらいましたではまた。